はい、こんなね2020年、4月5月ですよ。こんな状況の中で全12曲入りのフルアルバムを作れるのかどうかやってみました。アレンジもね何もできていなかった、もう全くさらの状態から、リモアなどを駆使してですね、やっていったんですけど、楽曲はありました。郡内宇和田がこの3月4月ぐらいでしたかね、4月の前半ぐらいですかね、今弾き語りで、クリックを聞きながらもう思いつくままどんどん、あ、この曲ある、この曲あるって感じで、録音していきました。でそっから郡内宇和田くんは丸投げしてくれました。これはねプロデューサーである私とカペオグルーバーズ、いつもねこのチャンネルではいろんな演奏を駆使してやってくれているグルーバーズのみんなにもアレンジ丸投げ信じてますという感じで、お願いしますという感じで、我々はもう託され、彼が弾き語りで撮った音源を聞きながらですね、さてどうしたものかと、まあ集まらずになるだけやろうということですよ。この4月5月、2020年4月5月ですからね、このチャンネルでも計6回にわたりですとかね、リモアでバンドアレンジしてみたっていうことでね、動画を何本か、アップさせてもらってますけども、まあああいう形を主に駆使しつつなんとか仕上がりました。12曲淡々とやってきましたね、でそれぞれがそれぞれの役目を淡々とこなすっていう感じで、そうね、これはあの昔このチャンネルでも話した、音楽に心を込めるのかみたいな話したことあると思うんですけど、これ心を込めたって言えるんでしょうかね。本当にみんなね淡々と、で私がまあ基本 OK 出すんですけど、みんなねほぼワンテイクですね、きっとね、サクッとやってきました。ほぼトラックの修正もないような状態でファイルをまとめていきました。みんなね多分郡内の曲を聴いてこれやなっていうのがね、それぞれ自然に彼らがこの積み上げてきたいろんな音楽の技術や知識の中でこれやなって引き出しをスッと開けてスッと出したって感じだと思うんですね。もちろん私からこの曲はちょっとこんな曲のイメージでとかってね、ざっくりしたイメージを伝えることはあるんですけど、まあそういうのも込みで彼らなりにサクッとそれぞれファイルを仕上げていきましたね、だから淡々としたから、なんかまあさらっとした淡々としたアルバムになるのかなとか、まあ悪くはねえなという、なんとなくそういう思いのままミックスに入っていったんですけど、曲順も私が決めさせてもらって1曲目から順にミックスしていきました。まあ最初は私も淡々とミックスしていきました。そしたらねだんだんとね、おこれはってなんかね、気づいたらちょっとねなんか泣けてたりしたんですよね、あらなんてかなみたいな、なんかみんな別に淡々とそれぞれの役目をこなしていっただけなんだけど、なんだろうこの熱いバンドさんたちは、なんだろうみたいななんかねすごい一体感といいますかね、グルービーで最小限の音でこの密度の高い音にしたいっていう最初のね、のプロデュースイメージあったんですけど、なんかそういう、そういうプロデュースイメージとかももちろん形になってしまっていたし、まあそれ以上ですね、それ以上に何だろう、なんでこんなにこうグッときながら俺は仕事をしてるんだろうみたいな感じで、もうねなんか一気にやっちまおうと思ってですね、あのミックスの日はですね本当十何時間、ちょっとトイレ行ったりしますけどね、ちょっとおにぎり食べたりしますけど、ね、一気にやっちゃいましたね12曲、その間、まあ、もちろんいろんな、ね、音の抜き差しならなり、バランスなりアレンジ的なところもちょっと自分でリズムマシンを加えたいとかいうところもありましたけど、そういったクリエイティブな面も含めて一気にやりましたね、でねなんかいい感じなんかすごいいいのになったなと、自画自賛してるっていうよりもなんかねこれは一体何が起きたんだろうっていう、ただただなんかほろりとしてくるというね謎状態のままですね仕上げて、でマスタリングも一気に入れて、マスタリングもしながら、なんだろうと思いつつ、これこのままねこの感じをねみんなに味わってほしかったんですよ。まずは郡内尾形に、尾形本人に俺がなんか感じてるこの感じを味わってほしいと思ったんですよね。で郡内尾形にちょっと LINE してね、ちょっとさ一応全部仕上がった1曲並ん、ね、全曲並んで1本になってるファイルを、ちょっとメールで送るから、ギガファイル便で送るから、これを聞きながら
自分の部屋でこうヘッドホンしてね、ずっと聞きながらなんかね、お菓子食べたらお酒飲んでもいいけど、それを聞きながらなんかダラダラしてる動画を一個撮ってみてと言ってみたんで、俺もそれを見たかったんですよね。どんな表情でこれを、この仕上がった感じを聞いてくれるのかと思って、俺のその感じた何かを軍内も感じてくれるんじゃないかなと思って、なんでしょうねあれってね、なんかほんとねマジックっていう感じが変なことが起きてるなと思って、でそれ軍内撮ってくれました、でそれはね、あの発売日に一緒にね、このチャンネル見てくれてる皆さんと、軍内と一緒にその聞いてる感じを、今度は皆さんと一緒にね、そのこのアルバム各曲一曲一曲もいいんですよ。でもなんか全体通して最後まで聞いた時のなんかこのはーっていう感じ、まあ、今ね俺こう一人でこんなね熱く語っててもね、まあ、全然伝わらないかと思うんですけど、なんかこれ聞いてもらえばなんか共有できる方もいるんじゃないかなと思うんですよ、この感じを、ね、そんな感じでね、そのもう発売日にもう全曲視聴軍内尾形とやってみよう軍内尾形がその初めてこのアルバムを聴いたざまがね、まるまるその録画されているんでね、それをこう一緒にこう聴いて楽しんでみたいなとかいうふうにはまあ思っておりまして、それのね、ダイジェスト版を今日の段階で作りましたので、これはあくまでダイジェスト版です。でもね、なんかなかなかね軍内尾形いい顔して聴いてるんで、そんなわけで、軍内尾形生きててくれてありがとうねの、CM をどうぞ。誰と会うこともしないのに歯を磨いて服を選ぶ、誰にも見えないことなのに洗濯して少し眠る。暮らしは僕の夢でした、その悩みは僕の奇跡でした。汚い部屋の床に散らばった脱ぎっぱなしのジャケットを着て、綺麗でしょうと笑いかけた時間止まれ日々よ。初めて見たことは大抵途中で飽きて終わっちゃう。愛することとは溺れることです。それしか僕はできなかったようです。暮らしの隙間でそっとよぎってる、いつも本当は知っていたこと、生きるために歌ってればいいと本当は誰かに言ってほしかった。何も予定なんてないような日々の中でさ、そんなことを愛するように騙し合うのさ、ほんの気休めの僕は何好きになる。ありがとう。
そうね。